市民の社会生活が大変厳しい中、市民の皆様への信頼を損ねましたことに、深くお詫びを申し上げたいと思います。住居侵入と傷害の疑いで逮捕されたのは、福島市水道局に勤務する鈴木健太容疑者です。警察によりますと、鈴木容疑者は先月2日の午前3時ごろ、福島市内の住宅に侵入し、その際、発見された住民に暴行を加え、全治4週間ほどの怪我をさせた疑いです。鈴木容疑者は犯行後に現場から逃走していましたが、警察では防犯カメラなどから鈴木容疑者を特定したということです。調べに対して鈴木容疑者は、間違いありませんなどと容疑を認めていて、警察が侵入の目的などを調べています。